長崎電気軌道160系電車は1958年に長崎電気軌道が西日本鉄道より譲り受けた路面電車車両である。2016年現在、1911年製造の168号が在籍し、日本最古の木造ボギー車となっている。本校では1958年から1978年まで在籍した。 類似形式の170系電車についても記述する。168号の運転台二軸単車の置換上を目的として1958年12月に福岡市内線の木造ボギー車であった100系13両を譲り受けたもので、その羊は明治末期から大正にかけて製造された九州電気軌道の木造ボギー車1型とその改良形式の35系である。 両形式とも西日本鉄道発足の後戦後、北九州線から福岡市内線に移り100型として活躍したが、1958年に同年11月で営業廃止となった福島線の反抗性ボギー車200型が転入してきたことから余剰となり、長崎電気軌道2乗とされた。長崎電気軌道では、91系の6両を160系、 935系の7両170型と分類したが91系の177は福岡市内線時代に分類を誤ったため170型となっている。都市間電車の性格が強い北九州線向けに作られた関係上車輪系が 838mm と大きく歯車比の設定も高速寄りで 正確速度時速 32km、最高速度時速 55km と、市内電車としては優れた走行性能を誇っていたが、停留所間の距離が短い長崎ではその性能を存分に発揮することはできなかった。1970年代になると、ワンマン化の進展や、車体の老朽化、不燃化の観点から、600系、700系、1050型といった反抗生車、 後世の譲渡車に順次置き換えられ、170型は1976年に形式消滅。162と168を除く160型も1973年までに順次廃車となった。最後まで残った162と168の2両のうち、明治電車として有名だったのは162であった。同社は昭和50年代に 映画出演の際、戦前、戦後一時期の標準色であった緑一式に塗り直されており、長崎電気軌道でも廃車とせず胴体保存する予定であったが、足回りが予想以上に傷んでいたことから、168が胴体保存車として整備されることになり、162は1978年8月付で廃車となった。当初はそのまま解体される予定であったが、 鉄道愛好家が資材を投じて、これを買い取り、1979年に、西園義軍長与町の幼稚園に寄贈した。寄贈後は、同園の園庭で、生体保存されていたが、老朽化により2007年7月に解体された。162の代わりとして、道体保存者になった168は、1978年の整備の際に塗装が、 緑一式に塗り替えられたものの、車齢70年を超え老朽化が目立っていた。長崎電気軌道の開業70周年を翌年に、控えた1984年、同社では168を、今後も、貴重な動く明治の資料として末長く保存すべく、同年9月から翌1985年2月までの5ヶ月間、浦上車庫にて重要部検査と合わせた。 全面改修工事を実施した。車体部分は外装の交換や歪み、ねじれの矯正各部分への補強枠取り付けなどが行われた一方で、内装は原型を極力残すべく、吊り革のベルトをビニール製から比較性に交換した以外は手を加えず、そのままとした。屋根周りは雨漏りで、痛みが激しかったことから、たるきや屋根板が差し物細工の要用で、 全面的に交換され、屋根端部は新生児の段落地屋根に復元された。塗装や装飾は新生児の九州電気軌道のものではなく、長崎電気軌道創業時の小豆色とし、側面創価の唐草模様は、新中で金具を取り付けることにより再現している。なお、改修時に直列運転専用に改造されている。2011年5月をもって、 製造100周年を迎えた。通常の営業運転からは退りいたとはいえ、その現役稼働年数は100年を超えており、車席を持つ同体車としては日本最古の木造ボギー車である。また、現役稼働年数が100年を超えた車両としても日本唯一の一両でもある。長崎電気軌道の車種や、プレスリリースなどでは明治電車、明治電車168号といった愛称で、 呼ばれており、主にイベントや貸し切り、団体臨時列車に用いられている。なお、6月10日、11月16日並び20月14日時刻の日曜日の都市3回、営業運転が行われている。昭和時代の姿を強く止めており、現在営業運転に使用されている他の車両とは以下のような違いがある。 abcdefghijk 自伝ガイド ,p392 から3 9 3 a b c d e f g 電クリ2 0 0 0 p 1 0 6 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a a b a c a d a a a f a g r 1 0 0年史 ,p148abc100 年史 ,p153ab100 年史 P152、100年誌。P149、AB100 年誌。P154、ABC100 年誌。P138、ABC でんクリーミア川2000。P175、飯島1985。P126、飯島1985。P136、ABC でんクリ1973。P63、50年誌。 P115、ABC20 年の歩み。P212、ABC20 年の歩み。P214、ABC 先と1987、P74、あやめ幼稚園、あやめブログ電車について、夏休みですね、ABC 笹田二千十一 p 二2四先と1八十七 p 十六 ABCD20 年の歩み。P213、20年の歩み。 P211ABC 先と 1987P144 ありがとうございます。